ダッシュで行こうぜ。1日2日、三塚です。刻んで行こうぜ。餅つきの棒で頭ドーン。三塚くん、ありがとう。はい、ありがとうございます。使ってくれて。10年ぶりに 1000m 2分40切ってみたー。切ってみた。すごい。宣言タイトルで切った。切るつもりで今日は切ました。これ切らないと視聴者にまた叩かれます。詐欺ですもんね、タイトル詐欺。あえて言うことによってプレッシャーをかけるし、本当にヨシキは高望みしすぎだと、下方修正した方がいいみたいなコメントめっちゃ来てるから、もうあえて言って意地でも切ったるよみたいなって言ってるんですけど、もうめちゃめちゃ震えて顔色めっちゃ悪い。全然喋ってくれないですもん、会った瞬間から。今日も三塚先生に引っ張ってもらうと。引っ張ります。ありがとうございます。はい、2分40切りたいっていうところで、4秒切るペース、はい、3秒で入って5秒で入って、はい、最後32秒切れるかどうかみたいなレースができれば、はい、一番40切れる理想的なペース配分じゃないかなと思ってます。そうですね、問題なければ絶対切れるはずなんですよ、はい、しっかり自信持っていきます。でもし切れたら、大学2年の時に確か練習で2分27、8、9ぐらいで走ってて、もうそれ以来僕はそこから2分40切ってないんで、本当に今日切ったら、まあ、今年29になるから、はい、10年ぶりはちょっとあれ持ったけども、はい、9年ぶりとか、まだおっさんがね、はい、2分40切るんだっていう姿を学生に見せたいなと。いや、すいません、早速あの、はい、今から競技場移動してやっていきましょうか。それではやってみよう。ダッシュで行こうぜ。最近この二人よく見るな。三塚くんの履いてるスパイクがホカなんですよ。ホカをね、俺ね、よく多分ランチューバーの方がよくレビューしてるシューズあると思うんですけど、おー、いいねいいね、それのスパイクということで、で、吉木さんがいつものドラマを見られるということで、
ダッシュで行こうぜ。飛躍してたら吐きに行きました。でした水です。さっきいきなりおろろろって言ってました。びっくりした。初めて。中距離でよくあることなん。あーでも結構本当に出し切った時というか、有酸素で賄いきれない無酸素のエネルギーガーッと使うと乳酸値一気に上がるので、今多分来てると思います。出し切ったな。ダッシュで行こうぜ。すみません、はい、お疲れ様でした。はい、まあ出し切りました。ということで、ちょっとまだね、正式タイム聞いてないので、うん、中江さんに正式タイムお願いします。はい、今回の吉木さんの 1000m のタイム2分39秒03。やったー。自己ベスト19年ぶりの40切り。19年ぶりの40切りでございます。はい、よかったー、マジで。はい、今のところ三塚が引いてくれた PTK は全部自己ベストで。ペースメーカーだけめちゃくちゃ得意。100ちょっと落ちちゃったのは。そうですね。100がちょっと硬くなって最後に。硬くなってるのは思うんですけども。ですけど、まあ、しっかりイーブンで近く走れてたかなと思います。はい、俺も負けたらあんないよって思った方はチャンネル登録。よろしくお願いします。ということで次回の動画でまたお会いしましょう。じゃあ今日も皆さんお疲れ様でした。明日もいい一日しましょう。せーの、おやすみつかー。バイバーイ。最後までご視聴ありがとうございました。それでは皆さん、またのご機会に。さようなら。あ、こっちだ。